頑張れ頑張れ。今日はね、朝からお仕事があるので起きました。クマありがとうございます。でもちょっと余裕を持って早く起きすぎたので配信してます。出る時間まで。おはようございます。起きれて偉い、ありがとう。ちなみに今日はなんか冷蔵庫の中にこれがあったので、これをね飲みたいと思います。でででで、ミルクセーキ。ドラえもんのモノマネがうまくいかなかった。初めて見るんですよ缶。シェクシェク、甘そうじゃない？パレードのミルクセーキ甘そうだよね。でもね、ミルクセーキは好きなんですけどね、ホットしか飲んだことがなくてね。これはねアイスなんですよ。キンキンに冷えてる冷たい甘いものってさ、スタバ以外飲んだことないんやけど大丈夫かな。パレードは昭和40年外国飲料メーカーの日本上陸に対抗して、国内の中小飲料メーカー約80社が共同で、作った全国統一ブランドです。すご、日本の会社が80社で協力して作ったらしいです。じゃあちょっと飲んでみよう。ちょっとASMR してみていい？入った。慣れないことをするもんじゃない。じゃあはい、開けます。リアチューが見てる。嘘、見るもんじゃねえなこの配信。リアさん、アライリアさん、おはよう。おはよう。あかん、ちょっとどうでもいい配信しすぎてて見られてたら恥ずかしいんやけど。おきぽは今から初めて飲む飲み物を飲んでみます。失礼。いき、怖っ。初めて飲みます。いただきます。美味しいかなこれ。美味しいよね多分。あ、あん。とあ、これはプリン。飲むプリンや。めっちゃ甘い。甘いけど美味しい。なんか。糖分過多。美味しいです。リアチューめっちゃ真剣に見てる。いや真剣に見る配信を今してないんやけどな、いいことでも言っとくか。リアチュー、ちょっとリアチューの反応が分かんないけど、いつも可愛いと思ってるよ。やっほー、アライリアちゃん。お恥ずかしい。ミルクセーキ味です、今飲んだのは。ちょっと今日はこやつをお供に、はい、何時までとか決めてないんですけど、何時までとか決めてないっていう以前に今日土曜日じゃない、もしかして。こんな早く配信しなくてよかったのか。じゃあ、いやまあ私は外出るから
結局この時間になっちゃうけど、そっか、なんか平日だからさ、平日かと思ってなんか SNS もちょっと早めにツイートしてみたりしたけど意味ないじゃんそういうことね。なんかいいねつくの遅いなって思ったんよ。いつもだったらなんかだいたい1分で100ぐらいだけど、遅いなって思ったんよ。70ぐらいだったから、あ、いつもみんな起きてる時間帯じゃないって思ったけど、そういうことが逆にね。はいはい、そういうことね。皆さん寝てる説ありますね逆か、だいたい土日はね10時ぐらいとか11時ぐらいにやるのがちょうどいいんよ。ちょっと世間と真逆を行きました。マジか、確認してたはずだったのにな、曜日。なるほど、おはようございます。どうも。出直しともいいけど、私はあれなのよ、休みじゃないのよ私は休みじゃないのよ。今日はね、なんかどっちが裏表か分かんない服着ててね、なんかタグついてないタイプってあるじゃないですか、服のここら辺に、ここに。でそういう時ってあの横側の、下の方の横側についてることが多いんですけど、だいたい左側、こう見た時に左側にタグがある方が前っていうじゃないですか。だからこうそっちを前で着てるんですけど、なんかどう見ても後ろに見えるんですよね、この感じ。どう見ても後ろに見えるんですよね。でもね、ショールーム始める前にね、一回こう別バージョンで着てみたんですよ。したらね、 もっとねこんぐらいこう首つまで見えるんですよ。だからねこっちにしたんやけどね、もう正解がわからんすぎて、どうしたらいいんだろうちょっと難しい服着てます。これはね自分で買った服じゃないからね、勝手が分かってないんだよね多分だいたいタグが左側に来れば前って相場が決まってるから、多分こっちだと思う、と信じますそうじゃない、なんかだいたい左側にタグがあったら前じゃない、右じゃなかった気がする。ごめんそんなこと言って、服によって違ったらごめんよ。今日は皆さん何するんですかね。今日なんかイベントとかライブってありましたっけ。ないよね多分。そのあ違う、池ちゃんのソロや、池ちゃんのソロ公演があるなんか行きたいなって思ってたんだけど、なんか私は聞いてないんだけど、他のメンバーがなんか行きたいって言ったらなんか閲覧できないみたいな感じだったっぽくて言ってないんだよね。行きたかったんだよね、池郷のソロ。そんな僕のことはなぜだろう。サラピとパセリのファミもある。ああ東京か、だからパセリ早起きしてたんか。なるほどね。なんかサラピとこの間ファンミの話してたんだけど、なんかサラピのファンミの企画が結構面白くて、ちょっと行く人楽しみにしててください。なんかサラピカメラするって言ってて、ファンの人をステージに上げてサラピがポーズとか指示して写真撮るみたいな言ってて、ちょっと見たいちょっと気になってる、何その神企画、気になる。
パセリは何するんだろうね。そんな僕のことはなぜだろう。池ちゃんのやつ見に行きたいな。僕はいつしか隣の席に座ってる。いいですね。行かれる方はまあ楽しんでください。 Go go。 なるほどね。甘い甘い。おはよう、おはよう、おはよう。おぎっちは何の仕事かな。おぎっちは内緒ですまあメールで送ります。あ、もう朝のメール送っちゃった。メールで送ろうと思います。イエス。ちょっとね、今配信してるやつね、スマホスタンド低いからこっちに変えようかな。ちょっとこっちに移動したいと思います。皆さんちょっとうるさいかも。ガタ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 、こっちにしよう。私の目線が合う。さっきまで使ってたのはこれです。可愛くない？タキシードサウナのスマホスタンド。これは YouTube 見るようです。普段は。サム、かわいい、かわいいですよねこれ。マイちゃん欲しい。マイちゃんはねもう持ってる、これ持ってる持ってる。サンリオはどのキャラか好きなの。なんか特定のキャラってあんまりいないんですよね。なんかグッズとかはめっちゃ全部可愛いなって思うし、サンリオショップも毎回チェックするんですけど、なんかこうザこれが好きみたいなのはまだ推し面的なのは決まってない。かな。朝配信してるじゃん。朝配信してるけど、こんな土曜日に朝早くするもんじゃなかったするもんじゃなかった。平日だと思ったんです。平日だと思ったんだけど、やっぱね曜日感覚がちょっとないので、もうちょっと、はい、平日だったらこの時間帯だったらこう出勤中とかに見れるかなって思って、自分もお仕事行くまでの間だしやろうかなって思ったんですけど、まさかのまさかの土曜日で、土曜日だったら朝にやるよりはまあまだ昼とか普通に夜やった方がね、来てくれる人が多いので、やらかしちゃった。すごい頭叩いたら軽そうな音がする。悲しい。詰まってます脳みそ。やらかしちゃった。ペラペラ。悲しい。土曜日でも仕事あるよ。そうね。もうねこの配信はねあれよ、本当に狭い界隈の土曜日に仕事がある人にだけに向けた、あの小さいコミュニティで配信しております。はい、皆さんお疲れ様です。あ、夜勤の人もはいお疲れ様です。頑張ってください狭い界隈でやっております。どうもどうも、ちっちゃいちっちゃいコミュニティでただいま活動してます。ありがとうございます
そうなんですよ。なので、今日たまたま休みだって方はもう今日が休みっていう最高の贅沢があるので、はい、譲ってあげてください。今日仕事の人のために譲ってあげてください。今日休みなんですから、今日仕事の人のために譲ってあげてください。かわいそうですじゃないと、働いてる人がっていうね、謎の忖度をかましながら譲るってなんやねんっていうね、そもそもね、まあ、頑張っていきましょうお互いね。仕事だ、お仕事だ、頑張ろ頑張ろ、おきちゃん頑張れ、おきちゃん頑張れおきちゃん頑張れ界隈。一足先にお出かけするのはおきちゃんも仕事頑張ってね、頑張れ、応援してます。朝からやたら可愛すぎ、ありがとう。ありがとう。盛り上がり指数4000超えたから大丈夫だよ。この盛り上がり指数もね、ほんとね、何の数字かわからないですからね。私はこの数字の陰謀論と同じぐらい信じてないですからもう見てないです、この数字よくわかんないです。もう信じられるのは YouTube とスペースの同説の人数だけですやばい、ショールームから消されてしまう。ちょっと一回こびときます。大好き、ショールームさんがなくなったら生きていけません、大好きですもう盛り上がり指数は奥ちゃんが可愛すぎるっていう数字、そういうことですねそういうことですね そうなんですよ。そっか、じゃあ今日は池ちゃんの、まあ、STU は池ちゃんのソロ公演とパセリとサラピのあれかイベントが、皆さんが会える系のイベントなのか、まあ多分おのおのなんかこう収録とか撮影はしてるんだろうけど、ファンの方に会えるのが多分その3つですかね。なるほどね。いげちゃんの配信でも見ようかな。おはよう、おはよう。リア充の配信見ないの。リア充の配信ね、本当にさっきね、自分が始める前にチラッと見たんですよ。可愛かった。多分すっぴんなのかな。なんか整いすぎててちょっとびっくりした。やっぱね、顔が整ってる子はね、すっぴんでも強い。うん、素晴らしい。もう拍手喝采。チラッて見てました。自分ね、あ、でも今パソコンが近くにあるから見れるわ。でももうリア充さすがに見てないと思う、私の配信。見てみるか。よいしょ。本当はね、昨日 Mac で配信しようと思ってね、
久しぶりに電源入れたんですよ。でもね、パソコンで配信するのね、結構ちょっとね大変そうでございまして。あ、これ 自分の配信出てきた。ちょっと自分はいらないね。初めて見るんだけど、あれ、これどうやって音出すの？これか。え、見てるけど音出てこない見てるんですけど音が、どうやったら、どうやったらいいですかね音が出てこない。このサウンドのところでさ、音マックスにしてもさ、ちょっと私パソコンでショールーム見るの初めてなんだけど右上にスピーカーのマイクない。あ、それあるあるあるし、それをねマックスにしてるんだけど、あ、待って、合ってるこれ。一応ね見てますお勉強してるん。確かになんか見て、あ、どっか行くどっか行った、どっか行かなかった。マック本体側の音量設定、でもこれでいつも YouTube とか見てるんだけど、なんでだろうPC 冷たすぎて触りたくない、もうめっちゃ冷たい機械音痴なもので。あるある、なんか見てるけど下の方見てるな。え、ちょっとやめて、私のコメントせんとって、向こうで恥ずかしい恥ずかしい。あ、なんか顔隠してるんじゃない。ちょ、声が全然聞こえないんやけどなんかこうやってるこうやってるよ、リュウチュウが。可愛くない？ちょっと可愛いですね。これ、え、これ見てるんかな？見てないのかな？見てるのかな、なんか反応が分かんないんけど、ちょっと音が聞こえないんだよねどうやって音出すんやろこれ、マジで難しい。ショールーム側から出す機能とかあるんですかね。 PC では出てるんですけど、ん、あ、待って、あった、出せる出せる、リアチュー何聞いてるの。見てる、私の配信見てたちょ、喋ってないんやけどリアチュあれった笑ってる、
笑ってるレアチュー、レアチュー、これふふって言ってる。レアチュー、おはよう。ラグがありますね、ラグが。リア充が止まってる。すごい鳴き声しか発してない今。ありがとう。ちょっと音下げとか。かわいいですね。ちょっと私までちょっとテレテレですね、こりゃ。ありがとうございます。フリーズしているやつ珍しい。あ、そうなの。こんな感じじゃないんだ普段。もう私が見てる画面10分ぐらい同じ画面なんだけど。何つけてる。あ、プリンだ。ここにプリンつけてますね。可愛くない。ちょっと自分の声が聞こえるのがめっちゃ恥ずかしいんだけど。リア充、リア充ね、お決まりのね推しですね、3期の中の。はい、マイキューとよくねリア充が可愛いって話してます。あ、喋ってる。な、泣き声がこんな感じで。あれなんだけど、後輩の配信見るの初めてなんだけど、あんまりね、こうなんて言うんだろう、皆さんの前で見ることあんまりないから、うん、かわいいですね。ちょっとあれ、リアチュが配信しづらいから。リアチュもういいよ、ありがとう。私が見てたら、あ、なんか喋ってる、なんか喋ってる。リアチュが喋った。ありがとう、リアチュ。じゃあちょっと配信のお邪魔になっちゃうから、そろそろリアチュの配信から退散するね。ありがとう。今日も頑張ってね。喋ってる。じゃあちょっと切りたいと思います。はい。ちょっとね、可愛い、めっちゃ可愛かった、めっちゃ可愛かった。なんかもう泣き声しか聞いてないけど可愛かったです。いいね、リアチ、ありがとうございます。ずっと見てたんだね、私の配信。私のあの陰謀論とか言ってるトーク、恥ずかしいな。キュンだね。いやー、キュンだった。もうなんか可愛かった。うん、ありがとうございますって言ってました。いや、ずっと可愛かった。またおしゃべりできたらいいですね。いつもでもなんかリアチュの方から写真撮りましょうとか言ってくれるから、今度は自分から行かないとね。
ちゃ年下に気を使わせてしまってる。いやー可愛かった。可愛いでしょ、本当に本当にね。なんか私全然まだね3期生とね1年経ったのに全然喋ってないんですけど、なんか本当にね結構見てて、配信とかあのライブとかもうね普通にねファンみたいになってて、あとアベマの番組とか見てると本当にね、なんかなんだろう、まあ、後輩って最初の方はさ後輩だけで活動してるからさちょっと別グループ感があるんだけど、稼働するのもなんか本当に普通にファンになりそう。よかったね。2期の時もそうだった。そうそう、2期も最初は別々で行動しててね、一緒になるようになったらめっちゃこう一緒のグループ感すごいんやけど、別々で活動してる時はねもうね普通にファン、なんか好きなアイドルグループ新しくできたって感じ。応援してます。おきちゃんの一押しの3期生は、いやもう本当にいっぱいいるのよ。だからいっぱいっていうか本当にキャラが全員違うからめちゃくちゃいいなって思う。その個人的な推しはリア中なんだけど、なんかね可愛いしステージのパフォーマンスとか好きなんやけど、なんだろう、なんか本当に全員こうキャラがはっきりしてるっていうか、こうちゃんとねいろいろいるよね。なんか王道系もいるし、女の子受けしそうな子もいるし、なんかねミューポンとかみたいにそう将来が期待できる子とかいたりとか、なんかすごい ね見てか入れかなおちゃんみたいにいっぱい喋れる子とかいたりとか、めっちゃ本当にねすごいなって思う。石原優菜ちゃんおすすめよ。石原優菜ちゃんはさ、なんか岡山からよくあんな可愛い子が生まれるもんなんだなってちょっとびっくりしてる。なんかめっちゃチャートリっぽい。なんかパフォーマンスの感じとか、岡山にあんな可愛い子はねあんまりいないよ。本当に奇跡だと思う。ってぐらいね、あの最近本当に好きですね、見ております。おきぽん生まれたやん。いや本当にねそれも奇跡で、オキポ本当にあの普通に見れたもんじゃなかったから、アイドルになって見れるようになった。カラスが叫び始めてる。広島のカラスは元気です。カーカー言ってる。サミー、無理性姫津さんはどんな感じですか。ヒータンかヒーちゃんかいつもどっちか分からなくない。無理性姫津ちゃんはめっちゃなんだろう、すごい話すの上手。多分ね話した数で言えば一番話してるかも、お仕事で一緒になった時とかに。ソガベちゃんの X ワロタ、あ2期あの NGT の2期生のね、ソガベゆめちゃんと LINE 交換してて、ゆめちゃんから昨日 LINE が来て、なんかリプありがとうみたいな、てかうちら卒業じゃんおめでとうだねみたいな、ギャルみたいな LINE が来てて、
そうよ、うちら卒業だよ、おめでとうだねって。で、卒業したらどうするのみたいな感じ言ってたから、もう卒業したら上京するよって。え、じゃあ遊ぼうってなった。え、じゃあ遊ぼうって、夢もみたいな感じだったから、遊ぼうっていう話をしました。マジ久しぶり。でも なんでゆめちゃんと LINE 持ってたんだろう。なんかでゲットしました。さやかりんと同じ小学校らしい。え、佐賀部ゆめちゃん、あれ佐賀部ゆめちゃんって関東出身やっけ、神奈川とか東京らっけ。え、なんでなんで、そうなん。え、今衝撃事実なんだけど、あ、長野、そうだ長野だ。なんか長野ってめっちゃちかなちゃんのイメージがあったんやけど、長野か。さやかり長野にいたの。そんなことなく、逆か、ゆめちゃんが九州にいたのか、わからないけど、すごい偶然ですね。まあ、そういう感じで、ね、久しぶりに連絡取れて嬉しかったです。カラスがずっと鳴いてますね。親が転勤で北九州にいた。あ、なるほどね、転勤族だったのか。すごいカラスが、私から見る景色にはカラスは一匹もいないんだけど、音だけでめちゃくちゃ。おきちゃん上京するんだね。そう、なんかファンクラブでは言ってるんだけど、さらっと、実はさらっと、見ましたかね、ファンクラブのなんかムービーで文字で書いてるんですけど、から窓開けてる、開けてないんですよ。開けてないのにこの賑やかさなんですよ。カラスの音がね、ショールームに拾いやすいのかもしれません。カー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 、めっちゃ鳴いとる。これはこの番組は8時ぐらいに終わりたいと思います。この番組はとか言って、この配信は8時ぐらいに終わりたいと思います。よろしくお願いします。いやー、ちょっと誤算だった、早くやりすぎた。皆さん、あの山がオフショット X に載せたんで、よかったらいいね押してください。マジでね、土曜日だと知ってたらこんな早くに載せなかったのに、やらかしちゃった。いいねがつきにくい時間帯に投稿してしまいました、平日だと思って。今日はパセリで、次はおきちゃんファンクラブイベント行くよ。お、なってます、楽しんで。全然ありなタイミングだよ、みんながリポストしてくれたら、フォロワーさんが、今寝てるフォロワーさんが見てくれるかも。今見てるフォロワーさんが見てくれてるか。今日一日頑張れる一言ください。頑張って。そういうの気にするんだね。気にするっていうかさ、だって SNS なんて見てもらうために投稿してるから、見てもらえない時間帯に投稿したらあれじゃんね。うわーってなるじゃん。
なので、はい、だいたいこうなるべくゴールデンタイムに載せるようにしてるんですけど、そうできない時は今日みたいな時が外れた時にやってしまいます。その時間しかできないとかあったら全然いいんだけど、こんなに何時でもいいみたいな時なのに、やってしまいました。まあいっかまあいっかまあいっか、何でもいいでしょうきっと。おはようおはよう。もうちょっとしたら配信終わるんごね。ドジッポドジッポ、自然光起きちゃん、自然光、確かに窓開けてるけど部屋も明るいからあんまり分かんないかも。感じるかな自然の光、ここ今ここに当たってるのが自然の光でさ、ちょっとなんかテカって見える、やめとこう、自然の光防御しとこう、人工明かりを浴びときます。朝から美人を見られて幸せ。マジか、美人かね。チャン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 、ピッピッピにしろ注意、あいつの信者は多い、おのれお尻のサービーチ。これは別の美人唇がタイプです。唇、今日はリップだけ塗ってますとりあえず リップさえ塗っとけばなんとかなります。あと眉毛さえ描いとけばなんとかなります。抜群のスタイルがタイプです。じゃあ私タイプから外れちゃってます抜群ではない。眉毛で変わりますよね。眉毛サロンに行ってからもう1ヶ月ずっと生やしっぱなんですよ眉毛。なんか先月かな、今月の初めに眉毛サロン行ったらワックスとかでこうベリベリって剥がされたんですけど、1ヶ月後にもう全部まだ形が不十分なので1ヶ月間剃らずに伸ばしっぱでまた来てくださいって言われて、今ねもう本当にね伸ばしてるんですけどね、ボサボサなんやこれ。だから多分見えないと思うんですけど、こう産毛みたいな感じだからもうね普通にねバラバラすぎて本当に早く月末にならないかなって思って、本当に勘弁してくださいって感じ。だからもう外出るときはあのいらない毛にコンシーラー塗って肌色の前髪こうパッツンにして、そうなんです、早く取りたいです。うん、どんな眉毛にするの？いやこの形なんだけど、なんかここが足りてないって言われて、あちょっとすごい出したら本当に足りてないの分かる眉頭が足りてないらしくて、眉頭を伸ばしてと言われまして、はい、ただいま伸ばし中ですね。
こっちは割と綺麗にいってるんですけど、長さがこっちが足りてないと言いますか、平行にしたいので、こっからここまでが同じ太さになるようにしたいんですけど、こっちは下が足りてなかったりとか、なんか生えてこないとことかがあるんですよ。そこを育毛しつつみたいな感じですかね。月末には行きたいところです。頑張りますまだ足りてないって言われたらどうしよう。だからこの1ヶ月1回も眉毛を抜いたりしてないんですよ。本当に多分ありえないですよね、普通に生きてるものとして。今そのありえない生活をさせてもらってますまあね、後の自分が楽になると思えば頑張れますよ。そんなことでもね、我慢我慢。我慢してます。あ、やばい、骨鳴らしちゃった、ごめんなさい、癖で骨鳴らしちゃいました。なんか人前でやるのやめようって思ってるんですけど、ちょっと骨鳴らしときたくなくて、ストレッチ代わりに、すいません、肩甲骨剥がしが日課なんです。ふぅ、気持ちよき。すいません、朝起きたらとりあえず肩甲骨剥がししないとダメな体になってしまって。すごいポキポキ言う。そうなんですよ、私右肩めちゃくちゃなるんですよ。いいストレッチを調べた時に、ここにこうやって手を置いてぐるぐる回すっていうのが流行ってたのか、肩にいいって言われたのでやってます。痛くないの、痛くないです。これを毎日、もう癖みたいになってて、暇があったらやってます。右肩に紫蝶々、傷をしたこの部屋の隅で。すごいなる、すごいなります。今日はいつもより多めになっております。左肩もなるの、左はなんないんですよ。なろうと思えばならせそうだけど、ならない。可動域が足りてない気もする、どっちかっていうと切ないという感情を知る、響くピアノ不協和音。懐かしいボカロ。もうちょっとしたら終わりかな。終わりや、あともうちょっと、本当に2分ぐらいしたら団長読みます本当にビビたる誤差ですが、はいはい、よろしゅうよろしゅう。刻むね、うん、まあ今読んでも
いいっちゃいいんだけども、私を早く起こしてふん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 、配信ありがとう、ありがとう。夜配信、夜はちょっとわかんないけど、まあ帰ってくるのは全然なんか夜って言っても遅くはないんでできると思うんですけど、仮眠とか取ってなかったらやりたいと思います。まあ、仮眠っていうかもう本音ぐらい寝るんですけど何もなかったら、はい、そこで配信したいかなと思います。1月は個人的配信月間なのでね。癒されました、癒されてください、朝から癒されてください。お腹空きましたか？実は昨日の夜配信が終わった後お腹が空いてきてコンビニに行ったんですよ、セブンイレブンに。したらもう私が結構昔にハマってた、なんか自粛期間中にハマってたエビ味噌ラーメンっていうラーメンが、なんか時たま復活するんですけど期間限定っぽくて、それがなんか本当に個人的に見たのが2年ぶりぐらい、なんか久しぶりに見たんですよ。買ってわこれ自粛期間中本当に毎日食べてたなって、私5個ぐらいストックで買ってたりとかしてたんですよ。電子レンジでチンするタイプのラーメンなんですけど、それを食べたらなんかもう思い出してこれめっちゃ美味しかったやつやって、これ本当にスープまで美味しかったあれやってなって、ちょっと怖いですね。このままこれにハマってしまったら本当に毎日食べてしまうから、ちょっとなるべくハマらないように、はい、なんていうんですかね、適量を考えて、適量を考えて食べたいと思います。いや美味しかった、あの時代本当にずっと一緒のやつしか食べてなかったから、もうそのラーメンとなんかハラミみたいなのずっと食べてて懐かしかった東京にしかない時期もあったよね。そうなんですよ、広島でなんか売らなくなって東京にしかないみたいな時期があって、もその時はもう早く東京の遠征に行きたい、エビ味噌ラーメンを食べたいとか思ってたんですけど、結局東京にもなくなって、でなんか一回また復活してたんですけど、その時は興味をなくしてで食べずにスルーして、たまたま昨日見つけたんですよね、お久しぶりに。はい、ありました。やっぱりね、一回ハマったものってうん美味しいんですね8時です。お、じゃあそろそろ誕生を読みたいと思います。8時になりました。8時15分、8時15分、リリ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 リ、13位から読みます。13位、ひーさん、12位、たおさん、11位、ぬさん、10位、ばんぼしさん、9位、デュースさん、8位、くじのだいごさん、7位、よむとこさん、6位、かずのりさん、5位、ジェリーさん、4位がペルさんでした。13位から読めた皆さんありがとうございました。そして3位がいっこうくん、2位が虫男さん、1位がひさがさんでした。壇上の皆さん、そしてコメントしてくださった皆さんありがとうございました。いやー、こんな
早くに配信するつもりはなかったんですけど、まあ結果的にめちゃくちゃ健康にいい人みたいになっちゃいました。今日は休みの人も多分いると思うんですけど、まあおのおのそれぞれ楽しい一日を過ごしてください。私も頑張りたいと思います。それではありがとうございました。バイバーイ、いってらっしゃいありがとうございました。